今日実際にですね、ユリティフックですとかボックスなどを実際につけて、どういう風な配置にするかっていうのをちょっとやっていきたいと思いますので、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、とりあえずなんとなくですけど、まずつけてみてってところでしょうかね。でここから実際に自分の使い勝手のいいように物を置いてみて自由に移動ができるので、一旦仮置きしてみてすぐ取り外して動かせる。本来であればフックとか固定式の場合がほとんどなので、ネジで留めてしまって穴が開いてってありますけれど、これのアクセサリーであれば全て自由に場所が移動できるので、すごく便利かと思います。じゃあ実際に物を置きながら実際に動かしてまた見ていきたいと思います。はい、ちょっとまだ完成にはまだ至ってないんですけれど、なんとなくですが、まあ、置きたいものを置けたかなって感じなので、一旦ここで見させていただきます。それではじゃあ、一個ずつですね、せっかくなんで、フックのご紹介をさせていただければと思います。まずフック関係からですねご紹介します。ユリティフックのストレート、だいたい長さ的にはですね、私のですね手のひら目いっぱい広いたぐらい長さがあるストレートのフックで2本出ているタイプになります。このスコップが置いてるやつですね、これにうまく乗せてちょうど頭の部分を引っ掛けているような形で使えるので、まあいろんなものを引っ掛けて乗せて1個使いだけじゃなくて2個使いでもしていただけると思います。あと、まあフックそれぞれの共通しての説明なんですけれど、このつまみをひなっていただいた状態にするとロックがかかるんですね、カチャッと、はい、今ロックはかけてないんですが、もちろんロックかけて使ってほしいんですが、仮の時にはね、ロックしないでいただいてレイアウトとか考えていただくと思うんですが、しっかりと場所が決まればですね、しっかりこのつまみ回していただくとロックするとその場で今は動く状態のものがこれでロックをかけるともう動かせなくなるので、そういったロックの仕様になっているですとか、本体それぞれにですね、耐荷重の、印字がされています。これであれば約 11.4kg まで耐荷重まで OK ですよというところで、はい、ご説明できるかと思います。で、続いてのフックがですね、ユーリティフックのですね湾曲タイプの少し大きい方ですね、はい、ちょっとグーンと曲がっている、これも同じ私の手のひらぐらいの、高さまであるやつなんですが、これ実際今どこに使っているかと同じくこちらのですね、電源コードとかホースなんかかけて、ね、束ねで置いておくやつに使ってますけれど、こういうのに、ね、非常にかけてしやすいので湾曲になったので真ん中に収まりやすいっていうのがあります。で続いてが同じラージフックでこのサイズ、ご覧のようにワイドになっていて、使われてるんですけど、実際これ使ってるのはちょうど私のですね、私側が見て右手ですね、はい、右手のところにあるこの脚立をかけてます。この脚立をかけて、動かしているのがこのラージフックになるんですよ。これもやっぱり、1個使い2個使いによって置けるものとか結構変わってくると思うので、これも同様に、重さが滞在で 11.4kg と、はい、十分な重量を保持できるようなフックになっております。続いてですね、ちょっと変わったフック一つご紹介します。こちらですね、名前がですね、ラージフックの S 型というフックになるんですけれど、
ちょうど、ここに置いてあるハンマーでももちろん使えるんですけれど、使い方としてはこのフックがですね、可動式になっているので、ちょうどここの可動式のところにかけてもらえれば、自重でですね、引っかかってですね、保持するような仕組みになっているので、柄のついたものとかポールものであれば、しっかりと保持できるような仕様になっているフックです。今現在、ちょっとした、レンチを今引っ掛けてますけど、そういった収まりもいいので、もちろんスコップもいいですし、こういったハンマーとかも非常に便利だと思うので、可動式のですね、フック、これが約9キロですかね、9キロまでですね、重さが耐えられる仕様になってます。はい。で、ユーリティフックの、さらに小さい方の湾曲タイプの S サイズ、これですね、これも非常に、使い勝手のいいフックのシリーズだと思います。これ実際に使われているのがですね、さっきハンマーかけたところです、まさに。はい、ちょっとした小物をかけてもらうのに非常にいいので、まあ、服なんかかけてももちろんいいかもしれないので、このちょうど一つ一つ使ってたりとか、はい、いろんな使い方できる服がこの湾曲タイプの、フックになると思いますので、これ S サイズですね、はい、でもう一つですね、フック一応本体から外しますが、これですね、ストレートサイズのですね、S サイズのフックですね、ちょうど本当、手の幅でいったら本当半分ぐらいの幅になるんですが、ちょうど私今かけたのが製品ですとかその工具をかけているのに使っていました、はい、これも同様にですね、ロックした状態であればしっかりとそこで固定できるので、その場に、工具のフックとしてですね、まあ、そこにいろいろなもの、ツールなんかもかけれると思うので、好きなサイズを見ていただいて用途に合ったものを選んでいただけたらなと思います、はい、続いて、ボックスシリーズ関係ですね、はい、ご紹介したいと思います。まずこちら、シェルフですね、パックアウトシェルフの S サイズですね、はい、今ちょっとライト乗せてますが、塗料の缶であったりとか、そういったのを置いていただいたりとかしていただくこともできますし、一緒にですね、販売している小物収納ボックスですね、そういった小物収納ボックスもこういった形でちょうどいいサイズになってます。こちらも別売りで売ってるんですが、そのボックスが綺麗に収まるようなサイズにもなってます。でこのボックスは、小物入れボックスはですね、直接後ろのところにフックの仕様になっているので、このフックを使っていただくとこのマウンティングプレートのところにかけられるので、これも非常に便利ですね、はい。で、もう一つボックス系ですね、ボックス系というカップホルダーですね、ちょうど本当カップを置いていただくようなホルダーになっているんですけど、まあ、テープを入れたりとか、まあ、それこそ本当カップを入れていただいたりとか、まあ、これもやっぱり小物、ちょっとした小物ですね、使い勝手のいい感じなので、はい、でおそらく次ご紹介するこちらペーパーホルダー、ペーパータオルホルダーですね。これがおそらく多分一番人気なんじゃないかなと個人的にはちょっと思ってます。実際に、プロショップタオルのペーパータオルですね、を入れていただくのもいいですし、あとはこういったですね、テープ類をまとめておくのにも非常に便利に使っていただけます。これパカッと上がね、開くのでここから差し替えていただいて使っていただけます。はい。はい、でボックス関係の少し大きい方いきまして、ほうきモップホルダーっていうんですけれど、ちょっと変わった形してます。ちょっとこの部分にゴムがついていまして、2箇所でついてます。で1本2本3本のですね、ポールをですねここにはめ込んでいただいてホールドして、支えておくようなもので、ちょうど私の右手に映っているのがそうなんですけど、モップやほうきを保管して収納するのにすごく重宝します。でこの商品は、ロックがさっきのスクリュータイプではなくて、このラッチですね、ラッチを上げてロックするタイプなので、差し込んだ時点でもうすでにこのホルダーはロックされます。さあ続いてのボックス系ですが、バッテリーホルダーですね、こちらもミルウォーキーの M12 と M18、 はい、こちらそれぞれ M12、18用に、バッテリーホルダーをご用意させていただきました。で、ご覧いただく通り、まずこちらですね、はい、M12、M18 とそれぞれ
バッテリー4つずつですね、様々なアンペア数対応してますので、どのアンペアでも大丈夫です。工具にね、付けた時と取り外す時と同じように、あの横のつまみを押していただいて抜いていただくような仕様になってます。で、こちらの M18 に関しても全部で 1,2,3,4 段まで、様々なバッテリーのサイズが全部ここに収納できるようになってますね、はい、これもやっぱり工具をお持ちでしたら間違いなく2号機製のやつは保管収納性がすごくいいので、あの一目で分かりやすいね、ここに何が入ってるかっていうのがね、何個残ってるかっていうのが分かりやすいので、すごくいいと思います。こちらドリル収納ステーションをご紹介したいと思います。ミルウォーキーのですね、インパクトドライバー、インパクトドリル、インパクトレンチなど様々なですね、ドリル関係の商品をですね、しっかりと収納していただくような形になりますので、ちょうど溝があるのでそこにスッと差し込んでいただいて保持しておく。もちろんバッテリーつけた状態でももちろん大丈夫ですので、はい、で一応こちらの方も重さが最大で11キロまで耐えられる仕様になっているので、あの上に充電器を置いていただいたり、他のものをもちろんバッテリーを置いていただいたりって形で、ドリルステーションとして収納ステーションとして、重宝しますので、このバッテリー収納のカップと合わせてですね、使っていただくのがやっぱり一番おすすめなのかなと思いますね、はい、それ以外でご紹介されてないのがこちらでいうとこの2つですかね、フライヤーのラックとドライバーのラックですね。非常に小さいんですが、かなり皆さん多分ドライバーなんか、ね、いろんなサイズをお持ちだと思うので、それをですね差し込んでワイドの幅広いものにも対応しているので、はい、入れていていただいて、収納できるので、やっぱ手に取りやすい場所ですぐ管理できるとはすごくいいので、これもすごくおすすめですし、ドライバーのラックですね、あとフライヤーですね。フライヤーもやっぱり用途によって、切ったり握ったりかしめたり、ね、するものいろいろあると思うんですけど、そういったのをフックして、収納しておくという形ですね。これもすごくいいと思います、はい、で私今使い方として、もちろんフライヤーもそうなんですけど、金尺なんかもちょうど置いてみたら割としっかりと、置いていただいてロックした状態でねやっていただければ金尺、はい、ちょっとね横にずれちゃうと、ね、落ちやすいかもしれないですけど、縦に保管している分にはもう全く金尺もしっかりとキープできるので、はい、こういったフライヤーラックなんですけど、創意工夫で、こういった使い方もありかなと思っております。以上で、今ご紹介できるフック関係はご紹介させていただきましたが、ざっとですね、今私の手元にある M12 のブロワーですね、ブロワーなんかも、湾曲タイプのフックにちょうど収まりが良かったんで、はい、それで収納させていただきましたし、で付属のですねノズルなんかは、S サイズのフックで収納しておけるので、こういった保管方法とかも、たまたま今回発見してみたので、こういった使い方です。多分これ以上にね、もっと皆さんも持っている道具がですね、いろいろなかけ方、収納の仕方できると思いますので、ぜひですねお試しいただきたいと思います。今回こちらでつけていたのがマンティングプレートのこの L サイズですね、このサイズをメインで、貼らさせていただいて、作業しました、合計で上下合わせて6枚ですね使用しています、はい、同じく、サイドの方に使っているのがマウンティングプレートの S ですねが、これがですね、合計で4つ使っているんですけど、マウンティングプレート S はこの L サイズの3つ分ですね、約で、マウンティングプレート今現在発売になっているものでもう一種類あります。通常のマウンティングプレートですね、はい、これももちろん同じように、ウォールにつけていただいてやっていただくことができますし、あとはこれは床置きでもね使っていただいて、床に固定した状態でこのようにパックアウトを固定させるような、よく車のトラックのですね、荷台を改造する方なんか、ね、これを置いて、ロックさせる、車が走った時にパックアウトが動かないように使っている方が多いですね、はい、若干この同じマウンティングプレートなんですけど、通常のマウンティングプレートと、L サイズで、規格の仕様自体は一緒なんですが、
大きさってデザインのサイズの大きさがね少し異なるので、ちょうど今真下で合わせてますけど、横に並べた方がいいですね。横に並べた時に上か下をぴっちり合わせてしまうとこの溝の部分がずれてしまうので、もしこれと横並びで使う場合はちゃんとあのですね、凹凸になっている部分が合うような形で設置していただく必要があるので、それだけちょっと注意していただければと思います。はい、大きな違いとしてはそういったところなんですが、あの通常のマウンティングプレートにはあのワイヤーフレームですね、横についているこの、はい、そういうのがついてたりするので、あの S 字フックかけて何かホールドさせたいっていう時は、通常のマウンティングプレートを使っていただけるといいかもしれないですね。なので、皆様のご要望とか、スタイルに合った、マウンティングプレートを選んでいただくのと、さまざまなフックや、ボックスアクセサリーを選んでいただければかなり充実したですね、ガレージであったり置き場であったりご自身の道具をしっかりと収納していただけると思うので、ぜひねよろしくお願いできればと思います。はい、では簡単にはなりましたが、まだまだパックアウトのですね世界が広がってきます。これからも新しいパックアウトの新商品を楽しみにしていただければと思います。それではさようなら。